今夜のお洗濯情報です。今夜お天気はどうなるのか、まずは天気の分布予想で確認していきましょう。日中は特に大気の状態が不安定となりました。夜になると各地の雨はゆっくりと落ち着いていくと見ています。北日本を中心に晴れるところも出てきそうです。ではアイコンで確認していきましょう。夜が雨は落ち着いていくとはいえ、各地で心配アイコンが出ています。雨の降る可能性もまだあるため、今夜は部屋干しの方が良さそうです。一方で雨の降るエリアが山沿いとなる九州、福岡やさらには北海道の札幌、こちらについては外に干しても大丈夫そうです。沖縄、那覇はこの後も梅雨前線の影響で雨が降ると見ています。こちらも部屋干しがおすすめです。以上、今夜のお洗濯情報でした。